山猫は、猫目猫科に属す小型動物を指す、便宜的な故障である。また通常は野生のものを指す。分類上の和名は、猫族、ベンガル山猫族、大山猫族、カッタッポマ族がこの名を持つ。日本では、野猫を山猫と呼ぶことがある。講義の山猫は、野生の猫科動物のうち、小型のもの全般を指す。この中には、 ポルネオヤマネコのように、ヤマネコという形の標準和名を持つ者も,も、スナドリネコのように、標準和名では特にヤマネコと呼ばれないものも含まれる。家猫は口実するように、種としてはヨーロッパヤマネコに含まれるが、家畜種であるため、慣用的にはヤマネコと呼ばれることはない。小動物主食とする種が多い。ただし、魚類も好むようになった種も見られる。 中型の猫類のうち大型のものを山猫の仲間に含めるかどうかは意見が分かれる。これらを除く中型の猫類については、原生種の猫赤フェリネのすべての動物が抗議の山猫類というグループを構成しているとの意見がある。大型の猫類は山猫と呼ばれることはない。日本に生息する山猫類は、津島の津島山猫とイリオモテ島のイリオモテ山猫の2つのみである。 ヤマ山猫と西表山猫の分類的な位置づけには諸説があるが最近は南東南アジアに分布するベンガル山猫プリオナイルルスベンガレンシスの足として位置づけられることが多いかつては一般に山猫といえば口実するように野猫を指す場合が多かったがそれを除けばヤマ山猫のことであった山猫が 津島山猫の和名として用いられることもあった。野生化した家猫である野猫は抗議であっても山猫には含められない。ただし、日本では津島と入表島を除く大部分の地域には山猫が生息しないこともあって、伝統的に山野に住む家猫、すなわち野猫が山猫とも呼ばれてきた。近世までの文献にあたる時は特に注意を要する。なお、 英語のワイルドキャットや中国語のの猫は、主に山猫を刺し、野生化した家猫はそれぞれストレイキャットや野生猫と表現される。また、中国語の山猫は、大山猫族のみを指す。ありがとうございます。